k t ウィズは、久保リーグに所属する大韓民国のプロ野球チームである。ホームタウンは、軽軌道水原市で、本拠地は、同市内にある、水原キロトンウィズパーク。韓国の大手通信会社である KT が2013年から、保有する球団で、久保リーグへの新規参入球団としては、歴史が最も浅い。 韓国野球委員会の10番目の加盟チームとして2013年に加入が認められた。2014年は、準加盟扱いで、フューチャーズリーグにのみ、参加、2015年から、聖加盟となり一軍のリーグ戦に加盟する。スポンサーは KT で、ニックネームのウィズは、魔法使いの短縮系、また非凡な腕前や才能がある、達人といった意味合いが持たれており、 愛称募集の審査では、発音が読みやすく、親しみやすい、様々な前向きなイメージが連想されるといった評価を得たという。本拠地は水原総合運動場や球場である。同地は2000年から2007年まで現代、ユニコーンズが本拠地としており、ユニコーンズが解散して、以来7年ぶり、最初から水原市を本拠地とする球団としては初めてとなった。 そのためか2014年シーズンの二軍戦は、聖金館大学校水原キャンパス内の野球場を曲がりして使用した。改装工事実施後、球団が命名権を取得し、水原キロトンウィズパークの名称で呼ばれることになった。現在、球団事務所も同球場内に所在する。二軍は、全羅北道、増山市の増山公設運動場内にある、増山野球場を使用している。 本来は現代ユニコーンズの代替球団として2008年に新球団を設立し、プロ野球界に参入する予定だったが、新規参入金と本拠地整備が間に合わずその際は頓挫した。その後、久保リーグの2015年からの1球団のエクスパンションにおいて、賃貸住宅事業で成長を遂げた富坂絵グループが全裸北道に設立しようとしていた。 新球団との誘致合戦に勝利。2013年1月に参入が決定し、正式に創設された。2013年6月17日、7月の一次ドラフトに、先駆けての優先指名制度で、高校生当手2名、7月には一次ドラフトでもう1名選手を指名した。8月2日、初代監督として、総本元の就任が発表された。11月14日、 エンブレムやユニフォーム。2014年シーズンはフューチャーズリーグに参加した。2014年11月28日、既存の9チームから20名の保護選手以外1名ずつを選択できる特別指名制度で、金層、リダイアキラなどを指名した。2015年の FA 選手だった、僕はじめ赤、金を猛立、僕継手の3名と契約するなど補強に努めた。 2015年3月28日、初の一軍公式戦として、社職野球場でのロッテジャイアンツ戦、3月31日、本拠地、スイバラ KT、ビズパークでの初の公式戦のサムスンライオンズ戦を実施した。開幕から11連敗後の同年4月11日、ネクセンヒーローズ戦にて初勝利を記録したが、2015年は、19弾中最下位に終わった。 2016年は2年連続再開で、同年10月に、総本源監督が退任し、金鎮朝日が監督に就任した。2017年は3年連続再開かつ、勝率3割台だった。2018年は初めて勝率4割台でシーズンを終えて9位となったが、金鎮朝日監督は辞任した。同年10月、立吉吉が監督に就任した。 2019年は初めて勝率5割を記録6位となった。2020年は81勝62敗に分けと前年の成績を上回り、レギュラーシーズンに入れ、初のポストシーズンに進出するも、プレーオフでトサンベアーズに敗れ年間3位となった。ありがとうございます。